像したんでしょうね、高いと見たんでしょうね。2-1 です。本当にどう防いでいくか、はい、防ぐことによって1点をかける。しかしここで取られるということになると致命的なものになりかねない、やや浅い工事、これはさすがにパウエル無理、はい。まあ、そういった中でね、この鳥海はこう2つバント失敗しましたよね、はい。まあ、ここらがね、やはりこの中日とヤクルトの差じゃないかなと思うんですよね。スリーバントも失敗。ね、はい、その時に、やはりこのバントで送っていかなきゃいけないという場面で、どれだけこの鳥越のね、バント失敗が大きく影響したかね。しかしそういったものがね、今年に生かされなきゃいけないのにもかかわらずね、はい、そのままであるというところにね、やはり問題があると思うんですね。今日最初のバッターボックスの愛子押し切ってですね、はい、勝ちを収めるかもしれませんが、ある意味ではいろんな課題が出てる今日のドラゴンズの内容ですよね。ただヤクルトの立場からしますと、高津の場合はもう少し活躍してほしい選手だったと思いますが、こうね、ハドラピッチャーですか、なるほど、なっていたものが、本当に早くこう調子を取り戻して、まあ、中継ぎの仕事でも十分できるようにならないとね、その瞬間、さすがでしたんで、得点圏にランナーを進めておきたかったドラゴンズです。という進化じゃありませんからね。右時はフワーッとストーン閉じる感じがありましたもんね、はい、完全にこうバッターのタイミングを狂わすというか、今の後ろ連投です。そうですね、抑えに出てきましたけども、はい、本当にこの攻略するのに難しいピッチャーの一人だったですね、はい、今年で7年目になりますが、高津最優秀救援投手にも1回なっています。中から2番に入っている山口です。これが3回目のバッターボックスになります。ライトとのにピューとしてるというのもね、あっとタイムリーになる。3点差。